はい、純ちゃん、はい、ですね、ここに、うん、ブリヂストンさんの、はい、最新の、ドライバーとかアイアンとかいろいろある、うん、かっこいい、うん、かっこいいですね、うん、とりあえず雰囲気打ってみて振りやすそう。そう、この前なんか振りやすいの作ったっておっしゃってた。そういえば、へえ、確かこのレディースのやつはなんかヘッドがちっちゃい、なんだろう、今大きいじゃないですか、うん、結構、うん、じゃなくてちょっと小さめなんじゃないかなって感じします。深いんじゃない、深いのかな、高い、高いのかな、うん、だからちっちゃく見えるってことですね。ちっちゃく見えます。良さそう。これを、うん、せっかくあるから、うん、打ってふーんっていう気持ちになりたい。なりましょう。なりましょう。ふーんっていう気持ちに、はい、じゃあまずレディースのドライバーから打ってみようかな、はい、そういうのって興味あるんですか。あります。いろんなクラブ打ってみたい。はい。振りやすいってことですかね。早く振れるんだ。ヒュッていったよ。ヒュッていきますね、うん、確かそういうクラブなんですよね。ヒュッていくクラブなんですよね。ヒュッて感じですよね。今回作った人とお話ししたら結構ヒュッていくクラブだって言ってたような気がする。だから、うん、私結構振りに行っちゃったんで今、うん、ま、ヒュッていっちゃったんだ。行っちゃったよな。振りすぎない、柔らかい、振りすぎないようにする。柔らかい、ヒュッていっちゃうな。おお、いい球だ。どうですか。かっこいい。まっすぐ。うん。右に。あ、でもいいじゃん。いい。いいじゃん。すごくいい。ヒューンっていったよ。ヒューン。すごい上がりましたよ、球がね。で、これレディースですよね。なのに、なんだろう、ぽくない。柔らかすぎる感じはしないです。でも軽いんですよ。軽いです。普通なんかもっとブヨブヨして、ニヤニヤしてね。当たった感じが重いんですけど、軽い硬い感じで当たってくれるので、早く感じますね。このヘッドがすごくヒュンって。ヒュンって、うん、それはわかる。それはわかる。それは。それが本当にこう当たった感じとかもしますね。こうパーンって。自分のドライバーも結構バチェーンって打ってますよね。そうですね。私のドライバーでももっと振ってますね。ね。もっと振ってるんですけど。距離変わんないんじゃないですか。そうかもしれない。これはそんなに振らなくても、ひょいって。ないかな。やばい、やっぱ打てば。あ、でも飛ぶ気がするな。そう。我慢必要。こういう左に行くことを捕まるっていう、うん、そうですね、捕まりやすい、うん、うん、うん、捕まってます。だからもっとゆっくり振れる人とかだと、多分もっと、なんだろう、軽く、うん、女子っぽく、女子っぽく当たればいい、いいじゃん、こういう感じじゃないですか。それでいいじゃん、距離変わんないし。あれで180くらいじゃないですか。出るかな、うん、あんな感じでこう、ふわって打つと多分ちょうどいい。私みたいにもうちょっと早く振ると引っかかっちゃうかもしれない。だから早く振っても右側を打ったらいいとかそういう話じゃないんです。まあ右側打っていけばいいかもしれないですね。ただ私の打ち方がそうじゃないから、ちょっと今3球目で直したんですけど、うん、やっぱついつい出ちゃいました。こう多分メンズの方がどうかな、うん、JGR S だからな。Sって普段使うんですか。私 R 使ってます。溝が面白い。ちょっとこれも打ってみていいですか。溝が JGR ドライバー。メンズもどうな感じなんですかね。重いな。本当に頑張って振らないと振れない。結構重い。振り遅れてます、背も。へー。あ、でも今のより飛んだ。飛びますよね、うん、でも、私はやっぱこういう重い系の方が。バチコン系。そうなんですよ、好きなんですよ。今のでもっと早く振れば。いいじゃん。こんな感じじゃないですか。いい球、高さもいいじゃないですか。
いいじゃん。いい。でもね、すごい振りやすい。合ってるかも。何が違うの？その普段のドライバー、その振りやすいっていうことは。なんかやっぱ暴れない感じ。ヘッドが。うん。それシャフトが引けてるって感じですか？ヘッドが引けてるって感じですか？もうでもこの間もちょっとフィッティングした時も、ヘッドが大きいと私垂れちゃうらしいんですよ。うん、こういう風に、うん、こういう風にしなっちゃってダメみたいで。うん、こうちっちゃいヘッドの方がタイプだったんですよ。縦にでかい。いや、ここがないんですかね。こっちが短いんですかね。そう、なんか抜けがいい感じですよね。もう構えた瞬間当てられそう。当てられそうっていうか、まあ、振っちゃって大丈夫そうって感じ。振りにいけるなっていう、はい、飛び系のアイアンらしい。さあ、何ヤード飛ぶのかちょっとね、比較。あ、24度くらいなんだって。24度って どんな感じなんですか？僕34度だもん、7番。ああ、5番ヤンぐらい。でも上がるんですよ。すごい。めっちゃ上がるんですよ。すごい飛びそう。止まるんですか？上がるから止まるじゃないですか。あ、上がったら止まる。どういうソールのでっかいのってよく使うんですか？私あんまり使ってないです。ソールちっちゃめの方が。はい。で、こっちと違うと、捕まりたい。はい、おお、例えばいいじゃん。まっすぐ3000回、いい球じゃないですか。右ちょっと4000回滑って、滑っていい。いいですね。なんか PR 動画になってきてるけど、うまく打てちゃっててね。そういうつもりで撮ってない。なるほどね。ユーティリティっぽい。おお、でも滑る。滑りますね。ダフっても滑る。ちょっと今もうごまかして打ったらミスしなそう。でもロフト減らしてもいいよ。今ちょっと怖いです。先っちょに当たった。はい、起き上がって。すごい。ちょっともう一個あるんですか？ S で打ってますね。はい、じゃあソールが狭い。ソールがちっちゃい、うん、S 打ちやすそうじゃないですか？打ちやすそう、うん、こういう方が私は好き。ダフっちゃった。やっぱちょっと重たい。重いんだ。重い。そう。そうなんだ。重い。あ、もう重いんだ。重いからなんだろう。当てるのが精一杯って感じです。これミエサさんが打った方がいいです。そうなんだ。もっと振れないと。ため息。ダメだ。重い重い。そうですね。もうちょっと行きたい感じですけど、5番アイアン振ってるような気分でした。うん、お、ちょっとでもハードですね。でも面白いね、このアイアン。面白い。ここがなんか振られる感じがする。ヘッドに振られる感じがする。そうですね。結構重たいですよね。うん、短いクラブ、ちょっと振ってみたらどうだというあれだな。ピッチングな。おお、いい球だ。いい。同じやつですか、それ。これの今ピッチングです。へー。長い7番が私、5番ぐらいに感じました。うん、なんか、うん、これは確かに9番ぐらいな感じ。まだペランペラン。なんか違うな。立ち上げっぽかったね。え、どうでした？なんかすごいヘッドがヒュッて、ヒュッて、特にこれすごかった。うん、特にレディースの、うん、のドライバーはヒュッて返ってくるので、まあまあその力があんまりなくて、うん、手打ちでもこうクラブが返ってきて、確かに確かに、スライスとかはあんまり出づらいんじゃないかなって思いますね。うんうん、絶対左に曲がってくるよね。うん、曲がりますね。ギューンってきますよね。うんうんうん、それはすごい感じたので、うん、かなりいいと思いますね。球もしっかり上がるので。うん、おすすめです。球も上がる、うんうん、いい感じ。私やっぱカットに打つって
レディスのドライバー普通に打ってても曲がる、スライス出たりとかするんですよ、うん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 、でも全然出ないですね超スライサーでも出ないですね出なかった、うんうんうん、あこれが捕まるとかそういうことかっていう気持ちにはなりましたねすごくいい、はい、別に PR 動画作るつもりで撮ってるんじゃないんですけど良かったです、うんうんね、メンズは私にとってはちょっと重すぎちゃって、はい、頑張って振らないといけないなんとも言えないドライバー好きだったんでしょドライバーはいいですねですよね、うん、ただ1日振ってるとまだちょっと重そうなんですけどまあ、捕まりはやっぱりいいですね、うん、ドライバーも、うんそういうのがなんかできてるんでしょうね最近のドライバーっていうのはですね、うん、捕まり飛距離ですもんね、うん、いいですねいろんなクラブ面白いですね使うと気になる人はですね振ってみてください、うん、でヒュッてなったって言ってください、うん、そうヒュッてなった特にレディスのクラブレディス、うんうん、ヒュッてなりますはいありがとうございますありがとうございます、はい